にちは。こんにちは。今日はですね、はい、キャッチャーの上手くなり方っていう。おお。こういう風にやんないやつは、はい、キャッチャーとして上手くなりませんよっていう。へえ。ちょっと珍しく真剣な話します。はい。いつも真剣なんですけどね。そうですね。いつも真剣に熱く言ってますからね。じゃあ私も真面目に聞きます。キャッチャーが上手くなるために、はい、一番大事なのは、はい、ブルペンです。へえ。ブルペンで。はい、もうブルペンをもう軽く見るやつは、はい、キャッチャーとして上手くなることないですよ。っていうことはそのキャッチャーの受けてる時ってことですよね。そうだからブルペンをどういう形で行うか、はいうん、どういう風な気持ちで行うかによって、はい、キャッチャーとしてのスキルが上がるかどうか決まります。あ、私ブルペンって言うとやっぱピッチャーが入るものっていうイメージがすごく強くて、はい、キャッチャーってどうしてるんだろうって、はい、ただ受けてるだけなのかなっていうイメージでした、はい、あもうそれダメです。うまくならないです。ブルペンでこんなキャッチャーは、はい、うまくなんないもしくは認めないっていう、はいうん、あのもし僕がコーチだったら激怒りするっていう、はい、ブルペンでこんなキャッチャーはダメだ3つあります。お3つもあるんです、はいはい、じゃあ1つ目1つ、はい、ブルペンにスパイクを履いてこないやつ。そういう選手はいるんですか。はい、特にねあの、はい、もうキャンプ終わっちゃったんであれですけど、はい、キャンプとかのブルペンも見てほしいんですけど、はい、あの人工芝のブルペンありますね、はい、そのマウンドは土だけど、うん、キャッチャーが受けてるところは人工芝っていう、はい、あのブルペン結構あると思うんですけど、はい、だからスパイクじゃなくて、うん、アップシューズ履いてくるやついるんですよ、はい、普通のランニングシューズ、うんうん、もうそいつらクソやっちゅう。へえ。私何を履いてるかまで見たことないというか考えたことなかった。もうキャンプ行って、はい、ブルペン の、はい、そのランニングシューズ履いてきてるやつ見たらもう降ってんでるぐらいこいつはもう上手くなる要素ないなって思っちゃうんです。へえ。そのブルペンでの何が違うんですか。スパイクとアップシューズで取るの。まずはねそのブルペンではピッチャーの練習もそうですけど、はい、キャッチャーの練習でもあるわけですよね、はい、キャッチングとか、うん、ブロッキングとか、はい、もしくはフットワークとかも踏むイメージの体の動き、はい、外に見せないで動きとかもできるわけですよね、はい、細かい、うん、でなった時にお前ランニングシューズ履いて試合出んだろうなっていう。なるほど。試合さながらの気持ちでやってないってことですね。スパイクとランニングシューズでお前体重のかける1同じなのかっていう。ああなるほど。そこまで考えてやれてないってことですね。そうですよ。ただ受けに行ってるだけでそんなんで上手くなれへんぞと、うん、まあ、常に試合に出る形の自分のスパイク履いて体重かける1バランス含めた構え方をしてその中でキャッチングブロッキングの動きに入るのが試合に役に立つ練習じゃないかと、うん、アップシューズで試合に出るんかっていう、はい、横の動きできんのかっていう、うん、へえ。でもランニングシューズで来る人って結構いるんですか。結構います。あ結構いるんですか。はい、もう、はい、それを見て、うん、コーチはなんで怒れへんのかが不思議で仕方ないです、はい、へえ。だから人工芝だって最悪ね、はい、その人工芝用のスパイク、はい、あれだったらまだいいですよ、うん、まあ同じ形で剣がついてるか、はい、ついてないかの違いなんで、はい、最悪それだったらいいですけど、うん、ランニングシューズ、うん、ロンガ、へお前はバカかっていう。へえ、そうなん、やっぱいるんですね。います。はあ。でももうそれを見て周りも何も思わへんのが僕はちょっと納得できないんですよ。ブルペンってあのファンの人ってあんまり見ることないじゃないですか、はい、西武ドームとかだったら見ますね、出たりしますけど、はいはいはい、これあの誰がランニングシューズで来てるのか知りたいけど知るすべはないですよね。そうですね。だからもう秋のキャンプとか来年のキャンプとかニュースで流れた時見てスパイク、だってもしランニングシューズ履いてると、はい、ピンクとか黄色とか青とかカラフルなやつ履いてる人いるんで、はい、そうなったら分かりやすいですよね。そうですね。しかもそっか、キャンプ中ってブルペンみんな見れる、見れる、はい、あ、じゃあそこでちょっと確かめてみよう。あ、もう認められへんっていう、もうそこで意識の違いが出てくるわけですね。もうそれで上手くなる確率がどんどん下がっていきますよね。はあ、なるほど。あ、それが一つ、はい、はい、じゃあ2つ目、はい、膝をついてピッチングを受けてる選手。ん？膝をついて、だから片足こうやって地面についてこうやって、ああ、見るかも結構その様子、はい、もう納得できないです、はい、
ちゃんとこうね座んないとだって。だからもう、うん、そもそもね、はい、いつでも全球種ワンバウンド来ても取れるようにしとかなきゃいけないわけです、はい、ってなった時にね、僕はもう肘をついて受けるっていうのは、はい、膝ついて受けないですどうやって受けるんだろう。ちょっと熱くなりすぎた、はい、肘すぎるそれはなかったです、はいはい、膝です、はい、ピザ膝じゃないです肘じゃない膝です、はいはい、すいません。だからあの膝をついて取る利点は、はい、楽しか考えられないんですよ僕には。だってそもそもそれは何でかっていうと、はい、ランナー3塁いたりとかランナー1、3塁になった場面でキャッチャー膝ついてますかって話なんですよ、はい、要はプレーに危機感があったりとかピンチになったりとかちゃんとしなきゃいけない状況になるとやっぱ膝つかないわけですよね。ってなった時に膝ついてブルペン100球取ったところで上手くならないんですよね、はい、でストレートもワンバン来る可能性あるし、はい、全球種ワンバン来てもちゃんと止めるような姿勢で待たなきゃいけないわけです、うん、それを楽だからっていう姿勢で構えてても、うん、やっぱその動き方とかその瞬時のプレーにおいてはやっぱ上手くなんないですよね。でしかもそれに膝つかないことによって下半身強化にもつながるわけです、その姿勢でずっといることによって、はい、あと自分のバランスのかけ方とか調整したりとか、うん、どのバランスのかけ方が一番ブロッキングとかフットワーク組みやすいかなっていうのも考えなきゃいけない、うん、それをブルペンで100球、200球、300球と毎日やる中で自分の形っていうのができていくわけなんで、はい、僕はもう膝ついてブルブル切るやつは好きじゃないです。へ、膝ついてる理由っていうのは本当にただ楽なだけだからですか。そうですね、それしかないんですか。あとはここのね、あの肘が膝に当たらないんで動かしやすいっていう人いるんですけど、はい、まあ、それももちろんあるんですけど、はい、でもランナー1、3塁とか3塁で、うん、要はこの危機的状況の時に膝ついて取りませんよねっていう、ってなった時に常に危機的状況の時に完璧なプレーをできる状態を保つことが僕は一番大事だと思うんですよ、はい、だって楽な状況だったらその分何やっててもいいんですから、だから常に危機的状況をもうこのランナー3塁で9回2アウトっていう状況を常に想定してブルペンは僕は全球受けなきゃいけないと思ってるんですよ。そうすると一つのミスも許されない、はい、そのパスボールワイルドピッチすることによって点が入っちゃう、それも防がなきゃいけないってなった時にのんきに膝ついてこうやって受けるかっていうね、それじゃあもう上手くなりませんよっていう、もしくは上手くもうレジェンドになってそれするんだったらまあ100分ずつと分かるんですけど、はい、まだ何もなってないのに何楽してんだよって話ですよ。で危機感を持ってないよ、ね、そうだよ、まあ、それをお前9回2アウトのランナー3塁にいる場面で1対0で勝ってる時の構えかっていうその構えでやれっていう、もしくはランナー1、3塁で1対0で勝ってて9回2アウトの構えでやれっていう、うん、なるほど、まあ、だったら本番でじゃあその膝ついてやってちゃんとできるのかっていうの、ね、そうそうそう、その状況でも膝ついて取るんだったら俺いいよっていう、うんうん、フォークとかでも取るんかと、まっすぐワンバン来たらどうするんやっていうね、うん、本当に本番を意識してちゃんとブルペンで取らないとダメだし、本番の危機的状況を意識して何百球も取んなきゃいけないんですよ、うん、なるほど、はい、それが3つ目、はい、キャッチャーのマスクをつけてブルペンにいないやつはもうされされまで来ました、はい、マスクつけないでブルペン入ることあります。だからあのまっすぐだけやからって膝ついて簡単にマスクもつけないで取ってるやつとかたまにいますよ。ああそういうことか、はい、だからもう受けるだけ受ければいいでしょっていう、うん、そんなんだったらもうやるなっていう、ああ何のためにやってんだよっていう、あなるほどな、じゃあワンバン来たらどうすんだよ、逃げんのかっていう、うん、まあ、ブルペンでもワンバン来る可能性あるよね。もちろんありますよ、だからどこに来てもワンバンも止める何もするって言った時に完全防御していかなきゃいけないわけじゃないですか、はい、その時の一つ一つプレーがここ一番で、うん、要は意味をなしてくるわけじゃないですか、はい、それをまあマスク戻って膝ついてこんなとこってもうされされっていうもう何してんねやと、まあ、ミットの肩作りかっていう。でもマスクつけるなんて一瞬じゃないですか、うん、大変なんですか防具つけるのって。いや全然ですよ、毎回毎回つけるわけじゃない。それはつけるのが当たり前やと思ってたら、はい、別になんとも思わないですよね。そうですよね、うん、じゃあなんでつけていかないんですかね。さあさあしか思えないぐらい、まあ、びっくりする光景ですね。ああそうなんですね、ああだからそういうのを、うん、で大事にしてることによって、はい、ブルペンの一球も意味をなすわけじゃないですか、うん、でしかも、まあ、効果不効果、うん、僕がロッテに入団した時は、はい、あの2軍っていうのは専属のブルペンキャッチャーが一人もいなかったんですよ、あの用具係兼ブルペンキャッチャーっていう人としかいなかったんです、はい、でもその方もだから用具係とか他の仕事がある時は来てくれないわけですよね、はい、だからキャンプとかでもアップしてキャッチボール終わったらもうもし半分ブルペン行くんですよ。へもう終わったらすぐ、はい、でもう半分は党内連携とか、
あのシードノックして、うん、でご飯食べてバッティング一発目打って、うん、で打ったらすぐブルペン行くんですよ、はい、でそこでブルペンいた人と交代ですね。でその交代人たちはそこからご飯食べて、はい、でバッティングの一番ケツに入って打つんですよ、うん、でケツに終わったらまたブルペンやってたら帰ってくるんですよ、はい、でいわば練習時間の半分ブルペンいるんですよ。へー、ずっと2軍の時はロッテの時ね、うん、それが効果不効果、はい、でもそのおかげで1日300球から500球1人必ず取るんですよ。へー、あ、そうなんだ。バストで、はい、だっていないんですからブルペンキャッチャーがだから受けざるを得ないわけですよね、はあ、だから当時山中コーチとかコーチも受けてたんですから、はい、へー、人が足りないんで。だからそれがね、まあ、効果不効果、はい、毎日その、うん、じゃあ僕はその山中さんの教えがそうだったんで、はい、膝はつかない、うん、マスクして、うん、スパイク履いて全部止めるっていうのを1日300から500球受けるんですよ。わお。だから1週間でもし5日ね、5日6日練習したら3000球ぐらい、結構な数受けますね。受けるんですよ、受ける方は。でそれ1ヶ月やってくださいよ、1万球以上受けるわけですよ。それを意識持って受けてんのか、ただ単に受けてんのかで、それは天とちょうどぐらいですよ。変わってきますね。変わりますよ。だブルペンってただこうピッチャーの練習に付き合ってあげてるってイメージだったんですよ、うん、ピッチャーはピッチャーの練習、はい、キャッチャーはキャッチャーの練習ですよ。だからただ受けてんじゃなくて、うん、それも本当に一つの練習なんですね。そうですそうです。だからそこの意識の差で、だから今なんてね、ブルペンキャッチャーが1軍も2軍も結構いて、はい、ブルペンキャッチャーを受けてるから、うん、だから1人が取る数が減ってきてるんですよ、はい、だから上手くならないんですよ。あ、もうそんでもグランプレベルの練習とかは、はい、残って後ですればいいんですよ。だから僕ら2軍の時は、だから要はチームの練習の時はほぼブルペン、はい、自分の練習はチームの練習が全部終わってから自分の練習をするんですよ。へえ。そこからキャッチャーとしての練習とか、はい、打つのとかも、うん、へえ。まあでもそのぐらいブルペンでの練習っていうのも本当に大切なものなわけですね。だそれを怠ってたら全然うまくなれないぞっていう、はい、それとそれは技術の向上じゃないですか、はい、もう一つ大事な要素があるんですよ。おブルペンまだ、はい、コミュニケーションっていう、やっぱりピッチャーとコミュニケーションを取らなきゃいけないわけじゃないですか、はい、うん、で意思の疎通もしっかりしなきゃいけないって時に、はい、あの僕がやってたのは、はい、1軍の時に、まあ、試合レギュラーじゃなかったらベンチにいるじゃないですか、はい、ほぼブルペンいました。へー。だもうプレーボール始まって、はい、一番最初のピッチャーが3回ぐらいから突き出すんで、はい、まあ、プレーボール始まった時はベンチいるんですけど、もう3回ぐらいになったら、はい、バット持って、はい、もうそのままずっとブルペンです、試合終わるまで。え、バット持ってなんでブルペン行くんですか？これはまだピッチャー常にやってるわけじゃないです、はい、でそのコーチにピッチャーやってない時はカメラに見えるようにスイングしろって言って、はい、あの準備してますよっていうアピール、それがあのベンチに映ってるんで、はい、とかのだからブルペンでも代打とかでいつ呼ばれるか分かんないんで、ね、準備もしなきゃいけないんで、はい、ピッチャー受けない時はバット振りながらテレビ見て、はい、しながら、はい、で受ける時は受けてっていうのを、はい、もうイニングの3回から9回までずっとブルペンです。へえ。呼ばれたら行くんですよ、はい、呼ばれなかったら、うん、あの最後守護神が行った終わったからベンチ帰ります。へえ。毎日ブルペン入ってるんですよ。そうなんですね。でもこれは僕の若い時のこの利点は、うん、勝利の方程式の人、うん、試合じゃ受けてなくても、はい、人でも、だからあの時だったら藤田さんの小林正秀さんとかをブルペンで毎日受けてるんで、うん、コミュニケーションもできたりとか、はい、試合一緒に見ながらブルペンで見るんで、はい、こういう時だったらこうだよなとかっていうの話したら、うん、こうコミュニケーション、あ、こういうコミュニケーション考え方なんだとかっていうのが、はい、で僕はこういう考え方って分かってくれたりして、はい、コミュニケーションも取れるし、うん、毎日守護神クラスを受けてるんで、はい、生きていい球をめっちゃ受けてるから、それも練習になってくるじゃないですか。そうですね。でいざ行くってなった時に、うん、まだペイペイでいきなり守護神と行かなきゃいけなくても、はい、毎日受けてるんで、はい、いい感覚のまま行けるんですよ。なんか自信もつきますよね。そうですそうです。あとこういう感じなんかって分かるじゃないですか、はい、それがずっとベンチだった、まあ、だから試合に出てないやつが、はい、試合中ベンチでずっといるのが理解できないです。はあ、だから佐藤さんの場合は試合中も練習してたわけですよね。そうです、ずっと、うん、で、電話、なんか全然関係ないところで電話になったりするんですよ、はい、おーっつって、はい、佐藤代打、はいっつって、そこからブルペンから、はい、あのベンチ帰って、はい、そのまま代打行ったりとか、はい、あとなんかキャッチャーのところに代打が出ると、はい、あれこれ呼ばれるんちゃうかなと思って、はい、で電話かかってきて、うん、ピッチャーとキャッチャーセットで変わるからって言われて、そのままセットで行ったりとか。じゃあそのまま受けてたその流れで行ってるっていう。そうそう、とかで、まあね、そのベンチから見てて野球見るっていう人もいるんですけど、はい、ベンチから見てても配球ってよく分かんないんですよ、はい、そのコースも高さも球種も下手したら分からなかったりするん で、はい、でブルペンにいたら映像があったりしたら、はい、それを見とけたら話しながらいい勉強になるんですよ、うん、ピッチャーと、はい、
その配球の感じも、あ、ここ危なそうやな、こうなんとかだなっていうのも勉強になるし、はい、よっぽどレイドの勉強にもなるんですよ、はい、だからベンチなんてキャッチャーいなくていいんですよ、試合出てないやつは。はい、でもしキャッチャーが2人の場合は前半と後半で分けるんですよ、はい、だから前半で5回までの人と6回から9回までを分けてベンチと交代しながらピッチャー受けたりとかしてました、はい、2人、橋本とか空いた時はベンチで。いや、なんかすごい目から鱗というか、これってまあもちろんキャッチャーにもそうですけど、どこのポジションでもそのただただ試合をぼーっと見てるんじゃなくて、何か自分の身になるように見てたりとか、そういうなんかこう一つ一つの意識の違いで全然かなんか変わってくるんですよね。僕も試合中も試合出てなくてもずっとエンドレス練習ですもん。そうですね、ボルペンでだから1日100球ぐらいはもう毎日必ず受けますよ、うん、でそれもバンバンしてみたいな、うん、で行くとき行くよって呼ばれて、はい、だからずっとベンチでいて、うん、なんでこいつらボルペン行って受けへんのかなって本当不思議で、横浜スタジアムとかだったら、はい、あのボルペンがレフトスタンドの下にあるんですけど、はい、だからもうそこに行くんですよ。もう結構遠いですよね、はい、だから甲子園とかでも裏行ったりとか、うん、西武ドームだったら横のとこ行ったりとか、うん、あの神戸の時もあの横のところの外のところ行ったりとか、はい、もう全部すぐバッと持ってブルペンにずっと、はい、だからもし僕が若い時、はい、その外が見える西武とか神戸とかで、はい、僕のことの若い僕の時に見たことある人は、あ、よくブルペンでスイングしてたり、ブルペンよくいたっていう人いるかも分かったですね。ああ、なるほど、見えるとこだったらファンも見てるかもしれないですね。だからそれぐらいブルペンを僕はキャッチャーももっと大事にしてほしいんですよ。ちょっと気になるんですけど、はい、あの中継ぎ投手交代の時車で出てくるじゃないですか。ああ、はあ、それってブルペン遠いからですよね。そう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 。え、佐藤さんこれどうするんですか、そういう時。一緒にじゃあ交代だって言われたら、いや、裏の動線で走っていきます。走るんですか、はあ、ピッチャーはこうグイーンっていうのに車で出てくる、ああ、そう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 、こわーって走るんですか。ああ、はあ、もしくは途中でもうブルペン、はい、あのベンチ帰ってきますって言います。ああ、そういう可能性がある時は、ああ、遠い時はね、うんうん、はい、もうベンチ帰ってきます、いや、すごい、やっぱりスターになる人って努力が違いますね。だからもうちょっとね、はい、ブルペンをキャッチャーには大事にしてほしいっていう、うん、だ今日大事な動画です、はい、いや、すごい、なんか野球選手じゃなくても通ずることって多分この理論あると思うんですよね。え、うん、これ里崎塾かな。いや、なんかもうメンタル的精神的にすごい今教えられました、うん、いいでしょ、すごい良かったです。じゃあこれ里崎塾にします。あ、里崎塾にします。はい、ブルペンの大事さを教えるって教えるっていう、はい、これ世間にも通用する。そうですね、はい、あ、もう里崎教だな私これ、はい、大事でしょ。大事です。だそれぐらい、だから今シーズンもね、だからファンの人も言ってやってください、はい、ずっとベンチにいるキャッチャー、お前ブルペン行けっつってのんきにベンチで見てても、もう上手くなれへんぞ、はい、って、うん、ね、はい、そういう気持ちでまたブルペンをね、だから今度キャンプ行った時もね、はい、この僕が言ったダメ3要素を誰がやってるか見て確認してみてください、はい、ファンの皆さんも一緒に確かめましょう、はい。